アイテム番号 SCP-416-JP オブジェクトクラスユークリッド。外から見た SCP-416-JP A 特別収容プロトコル。現在メゾンの不動産土地等の権利は財団によって所有管理され、 SCP-416-JP A 以外の部屋すべてに一般市民に返送した財団エージェントを配置することで収容状態を維持しています。 SCP-416-JP A 内部の監視は3台の監視カメラを設置して行い、監視室は家屋の1部屋に設立してください。異常が発生した場合は機動部隊系120に報告してください。事案2000年月日の発生により今後の SCP-416-JP A への侵入及び SCP-416-JP に関わったことのある失踪者の捜索は禁止されます。現在、失踪した財団の職員は3、4名です。今後、SCP-416-JP の実験に参加していた職員はサイト8122隔離室に収容され監視されます。説明、SCP-416-JP は石川県金沢市町に位置するアパート、メゾンの一室。以下 SCP-416-JP A で発生する一連の現象です。メゾンは2013年3月10日現在から換算しておよそ55年前に建築された建物で、SCP-416-JP の異常性は先の期間から換算して約20年前から発生していると思われます。SCP-416-JP の異常性は、SCP-416-JP A 内で1週間以上住人が生活し、かつその住人が睡眠状態へと移った際に発生します。住人が睡眠状態へと移行した場合、SCP-416-JP A 外部から車のクラクションに酷似した音が鳴り始めます。この音はおよそ2つのパターンを踏襲しつつ段階的に音量を上昇させていき、最高で 130dB1 という騒音レベルにまで達します。近隣住民の証言では全住民が異常性発生時は何も聞こえなかったと供述しており、SCP-416-JP A 外部ではこれらの音は観測されないことが判明しています。なお、これらの異常性は住人が一切睡眠行動を行わなかった場合や複数人いた場合は発生しません。また、異常性発生時に SCP-416-JP A 内から外を観察した場合、一体の人型の実体、以下 SCP-416-JP B が出現します。SCP-416-JP B は上記の異常性発生と同時に出現していると思われ、上昇していく音と連動して SCP-416-JP A へと接近します。SCP-416-JP B は SCP-416-JP A からのみその実態を視認することができ、現在その存在の証明には至っていません。また、SCP-416-JP B の正確な姿々は未だ判明していません。しかし、実験に参加した B クラス職員の証言から、人間の女性に近い姿であると予想されます。現在まで SCP-416-JP B を捕獲する試みは成功しておらず、機動部隊員を動員した作戦も実行されましたが、隊員の聴覚に関する身体的外傷が規定の範囲を超えたため中止されました。これらの異常性は被験者を交代させるごとにリセットされ、音及び SCP-416-JP B の出現位置が初期の状態へと戻ることが確認されています。SCP-416-JP A にて観察された異常性のまとめ。経過日数、発生、5日経過。SCP-416-JP A 外部からの音に関するまとめ、自動車のクラクションに酷似した音を観測することができる。パターンは8秒なり2秒休むといったもの。およそ5分間これらが継続される。騒音レベルは 50dB 前後を記録。SCP-416-JP B に関するまとめ、SCP-416-JP A の窓からおよそ900メートルの地点で観察することができる。常に SCP-416-JP、A の方向を見ており、出現場所に法則性があるようには見られない。経過日数5日、10日。SCP-416-JP、A 外部からの音に関するまとめ、10日目までは以前のパターンを繰り返しつつ、1日おきに5分ずつ時間が伸びていく。また、それに伴い音量も上昇していく。騒音レベルは60、65デシベルへと上昇していく。SCP-416-JP-B2 に関するまとめ、およそ800メートルの地点のコンビニエンスストアの駐車場に出現する。出現場所は固定。体勢は直立不動。経過日数10日、20日。SCP-416-JP、A 外部からの音に関するまとめ、この期間からは継続的に音が鳴る状態へと変化する。この音は SCP-416-JP、A 内の人間が気絶するか、日の出を迎える時間まで続くことが確認されている。測定された騒音レベルは70デシベル、90デシベルまで上昇していき、住人は聴覚に異常をきたし始める。SCP-416-JP-B に関するまとめ、およそ700メートル、300メートル間に設置されている電柱側に出現。この時期から急速 SCP-416-JP-A との距離が縮まってくる。ここで、SCP-416-JP-B が SCP-416-JP-A の窓あたりを目視していることが確認される。経過日数20日、25日。SCP-416-JP-A 外部からの音に関するまとめ、前回同様継続して音が鳴り、この時点から日の出の時刻を迎えるまで音が止むことがなくなる。騒音レベルは100デシベル、130デシベルへと急速に上昇する。被験者に身体的苦痛が伴い始めたため、実験は中止された。SCP-416-JP-B に関するまとめ、SCP-416-JP-A の窓のすぐ側に出現する。窓を開けた場合、SCP-416-JP-B は SCP-416-JP-A 内部に侵入する。事案 416-JP-B から、住人に対して攻撃的行動をとるようになると思われる。その後、SCP-416-JP-B は消失する。ポイ。SCP-416-JP は、1999年に大手企業へと潜入していたエージェントポルによって発見されました。当時、潜伏していたエージェントポルは、SCP-416-JP-A に入居していた同僚の死と頻繁に接触する機会が多かったため、夜中に鳴るクラクションの音に関する相談を受けていました。当初、相談してきた死も単なる近所のおかしな人の行い程度にしか認識していませんでしたが、異常性の特性上、死の状況は悪化、心身ともに疲弊していき、その1ヶ月後、死は近隣の住民と暴力事件を起こしました。後に会社を辞職。その際、死は以前 SCP-416-JP-A に住んでいた人間について何かしら調査をしていたことが判明しました。1年後、家賃滞納を指摘しようとした当時の対価によって、死の失踪が発覚。これら一連の出来事を不審に思ったエージェントポルは詳細を財団に報告しました。内部を調査した結果、異常性を観測。これにより財団は収容体制へと移行し、現在の収容プロトコルが確立されました。財団の調査より、死の前に1名の女性が SCP-416-JP-A に居住していたことが明らかとなりました。現在、女性は行方不明となっており、女性の失踪した時期が SCP-416-JP の異常性の発生時期と重なっていることから、財団はこの女性が SCP-416-JP と何かしら関係していると予想。行方を捜索しています。ポイ2、現在、事案 416-JP B の発生により SCP-416-JP A 内部での実験は一部制限されています。事案 416-JP B に関する詳細は以下の項目を参照してください。事案 416-JP B 事案 416-JP B 概要事案 416-JP B は SCP-416-JP の収容から17日が経過した時期に発生した SCP-416-JP A 内部での事故です。当時、SCP-416-JP 研究班は D クラス職員を SCP-416-JP A 内に20日以上潜伏させるという実験を行っていました。この事案は実験25日目に発生し、防音用の耳当てが支給されていたにもかかわらず担当の D クラス職員は聴覚の苦痛を訴えました。その結果、D クラス職員は窓からの脱出を決行。窓は脱出防止用の器具で固定されていましたが解放されました。この時、SCP-416-JP A 外部から観察された窓は閉じられたままの状態であり、それと同時に SCP-416-JP B が出現。SCP-416-JP A 内部に侵入し、それからおよそ5秒後、SCP-416-JP A 内部で異常な電磁波が発生しました。その結果、内部に設置されていた監視カメラ等の電子機器すべてが機能を停止、観測が不可能な状態になりました。そのおよそ10分後、機動部隊が SCP-416-JP A へと突入。しかしすでに SCP-416-JP B は消失しており、B クラス職員は左腕切断という重傷を負いました。現在も被害に遭った B クラス職員は意識不明の状態です。そのため、B クラス職員に対するインタビューは凍結されています。この結果を受け、SCP-416-JP 担当班は SCP-416-JP B の攻撃性を危惧し、一部の実験に制限を設けました。財団は今もなお女性の行方を捜索しています。しかし、これらの概要は未だ判明しておらず、財団はさらなる調査範囲の拡大のため SCP-416-JP 特別調査班を設置しました。SCP-416-JP 特別調査班には10名のエージェントが起用され、班長はエージェント Cが担当しています。今後の SCP-416-JP に関する調査資料などの請求はエージェント C に申請してください。追記1、B クラス職員の意識が回復しました。そのため、SCP-416-JP 特別調査班は対象へのインタビューを開始しました。インタビュー記録2016年2月10日。対象、B01122 以下 B A インタビュアーエージェント C 吹きインタビューは D 01122 が治療を受けている病室内で行われました。録音開始。エージェント C B 01122 気分はどうだ B A 悪くはないと言ったら嘘になるかもな。なんせこれだ。自身の左腕を見せる。まさか、こんなことになるとは。エージェント C 率直に聞く。君は、あの時一体何を見た？ B A あの時、俺はあの音に耐えかねた。事前にあの窓は固く閉じられているって警告もされてたし、あのクソうるせえクラクションの存在にも、嫌な話だが慣れてきていたってこともあった。防音用の耳当ても渡されて、あの日もなんとか乗り越えられるって思ってたんだが、無理だった。エージェント C それはなぜだ B A あの日までは、あれはただの音だった。本当に、ただのクラクションの音。けど、あの日、あの音は変わったんだ。なんていうか、音が耳当てを通り抜けてきたというか、頭の中に直接響き出して、もう耳当ても意味をなさなくて、本当に頭がぶっ壊れちまいそうな爆音が鳴り響きやがった。もう、気が気じゃなかった。耳当ても放り投げたし、耳を両手で塞いでも意味がなかったし、本当に、頭が吹っ飛んじまうかと思った。だから、必死で逃れようとしたんだ。あんたも、その時の様子くらいは知ってるだろう。エージェント、C。事案 416JP-B 当時の映像には一通り目を通してはいる。B、A、なら、わかるだろ？人間。あんな環境にいたらどうかなっちまうんだ。だから、俺はあんな真似をした。もう闇雲だった。開かないって頭ではわかってた。けど、それ以上に体が動いたんだ。そして、俺は実行した。最初は驚いた。だって、まさか、開くなんて思っていなかったからな。エージェント、C、メモを取る。次に君が見たものの詳細な姿々について教えてくれ。B、A、カメラには映っていなかったのか？エージェント、C、あいにくだが、あの事件の時にカメラは全て壊れてしまった。B、A、そうか。5秒ほどの沈黙。あれは、一応は人の形をしていたよ。どちらかというと、人間の女。服も着ていた。真っ赤な、ワンピースのドレスみたいなので。でも、ところどこが破けてて。あと、よく見たら体中あざや傷まみれだった。あの爆音の中でのことだったが、印象的だったんでよく覚えてる。それから、肌は青白かったな。まるで、死体みたいに。これっぽっちも正気を感じられなかったよ。っていいか。多分あれは死体だ。多分、だって、口ごもる。エージェント、C、続けて、B、A、顔が、完全に潰れてたんだ。顔面が、完全に形をなしていなかった。ぐちゃぐちゃで、頭中に釘やら、ガラスの破片やら、でっかい杭やらが刺さってて、それで、その杭にあの鎖がつなげられてて、あれが一番ひどかった。まがまがしくて、見てるだけで吐き気がしてきた。それで、目のところにはでっかい電球が2つぶち刺さってて、口には小さいスピーカーみたいなのがあって、あれは、完全な悪意のあるやり方だ。今思い出しても鳥肌が立つ。まるで、そう、おもちゃみたいな扱いだった。エージェント、C、なるほど、メモを取る。鎖とはどういうことだ？ B、A、どういうことって、鎖は鎖だ。それくらいは映っていたはずだろう。だって、あんな長い鎖が3本もあったんだ。カメラの壊れる直前ぐらいには、絶対に見えていたはずだ。エージェント、C、いや、そのような記録は一切ない。その鎖は一体どうなっていた？ B、A、そんな、汚い押し入れの中に繋がってたよ。あの長い鎖は、まっすぐ押し入れの奥の方に伸びていってた。エージェント、C、そうか、メモを取る。B、A、それで、俺は押し入れの中を覗き込もうとしたんだ。自分でも、なんであの中を覗こうとなんてしたのかはわからねえ。なんか、引き寄せられるような感じがしたんだ。そんで、押し入れに近づいた。けど、襖の取っ手に手をかけた時に思わず鎖に触れちまって、それで、失ったサワンを手で切るようなジェスチャーをする。このありさまだ。エージェント、C。つまり、君はあの実体から直接何かをされたわけではない。そういうことか？ B、A、ああ、そうだ。エージェント、C。そうか。では、君の言うその人型の存在が部屋の中に侵入していたとき、人型は一体どのようなことをしていたんだ？ B、A、それは、5秒ほどの沈黙。エージェント、C、どうした？ B、01122。私の質問に答えろ。B、A、いや、まあ、なんていうか、エージェント、C、どうした？何か、答えられないことでもあるのか？言いなさい。これは命令だ。B、A、あんちゃん、ちげえんだよ。そう、全然違う。エージェント、C、何が違うと言うんだ？ B、A、あんたらの言っていることと、俺が見たものがだよ。全く違う。いや、むしろ逆だ。エージェント、C、逆、B、A、ああ、あいつは、こっちに向かってきてたんじゃねえ。あれは、引きずり込まれてたんだ。エージェント、C、何、B、A、あんたらには見えていなかったのかもしれねえが、俺ははっきりと見たんだ。あの化け物が、いや、化け物って言ってよいのかもわからねえけど、あれが、なんか、もがき苦しんでるような感じで、あの顔面にぶっ刺さってる鎖で、あの押し入れの奥の方に引きずり込まれそうになっているのを、あれは、両手で必死に鎖を掴んでた。引っ張り込まれないように必死に踏みとどまってたんだ。エージェント C。だが、そんな記録は B。A。俺はこの目ではっきり見た。あれは、侵入なんかじゃねえ。なあ、あんちゃん。エージェント C。なんだ ?B。A。俺、思うんだよ。あれは、あの音はいわばあれの叫び声なんじゃねえのかって。あの引きずり込まれるのを止めさせるために、わざとでっかい音を出して、俺たちを追い出そうとしてんじゃないのかって。あれがたとえ何かの罰だったとしても、無すぎる。なあ、こんなこと言うのもおかしな話だけどよ。なんて言うか、助けてやることはできねえのか？エージェント C、助ける B、A、ああ、だって、要はあれは住む人間が変わるたびにあれを繰り返してるってことだろう？中にいる人間が変わるごとに、何度も、何度も引きずられて、想像しただけでも、ゾッとしてくる。なあ、なんとかできねえか。エージェント、C。それについては、こちらでは返答しかねる。今日のところはもう終わりにしよう。後日、また来る。録音終了。終了報告書。この D クラス職員の証言をもとに、SCP-416-JP 特別調査班を筆頭に機動部隊と3名の研究員、2名のエージェントを起用した大規模な内部調査を決行しました。しかし、何ら異常な存在は発見できず、異常性も以前と変化は見られませんでした。追記に、事案 2016-3-24。2016-3-24。SCP-416-JP 特別調査班によって、死の遺体が発見されました。発見場所は新潟県、市の山林内で、不法投棄された自動車内に遺棄されている状態でした。死因は脳挫傷だと思われ、特に頭部の損傷が激しく、遺体は極めて劣悪な状態でした。また、遺体発見から3時間後、現地の職員の証言からもう一体の SCP-416-JP-B の出現が報告されました。対象の姿形は以前の SCP-416-JP-B と異なる、人間の男性に近いものと思われ、また、服装が発見された時の死のものと一致していました。担当班はこの事態を財団へと報告。急遽、緊急対策室が設置され、現状調査が実施されました。現在、SCP-416-JP-A 内での実験は禁止されており、新たに発生した実態は SCP-416-JP-B と区別されるため SCP-416-JP-B にと呼称されます。また、この事案に伴いエージェントポルが失踪するという事態が発生しました。現在、調査班はエージェントポルの行方を捜索です。追記3。事案2000年月日。2000年月日。SCP-416-JP 特別調査班によって今まで行方不明となっていた女性の遺体が発見されました。遺体は、県、市の森林奥地で両手足を麻縄でくくりつけられた状態で放置されており、頭部は不法投棄された車両の下敷きになっていました。身辺に身元を確認できるものが一切なかったため、女性の身元の特定には至りませんでした。遺体の状態はすでに白骨化しており、衣服は SCP-416-JP-B が着用しているものと同じものであると思われます。また、現場周辺を捜索した結果、市の免許証が発見されました。このことから、過去に、市がこの現場を訪れていたことが判明しました。また、この遺体の発見後エージェントポルの死亡が確認。死因は交通事故による頭蓋骨陥没。車両と遺体は海岸沿いの崖下で発見されました。なぜエージェントポルが発見場所に車で訪問していたのかは分かっていません。また、SCP-416-JP-A にて、新たな3体目の人型の実体の出現が確認されました。その2日後、B01122 が財団所有の地下病棟から失踪しました。現在、失踪者の遺体を見つけた場合、後に異常性に暴露した人間が消失する。そして、失踪し死亡した人間と同じ服装と性格好をした人型の実体が出現する。という新たな異常性の発覚により、SCP-416-JP-B 及び失踪した職員に関する調査の中止が決定されました。これにより収容プロトコルは更新され、今後 SCP-416-JP-A への侵入及び実験は全て凍結されます。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。